カチャンネルの動画ショー。こんにちは、タカチャンネルです。今回はレインボーマスターワークスサカイダーを紹介したいと思います。ヤフオクで1万2000円で落札しました。去年の11月ぐらいにね買ったんですけど、こちらのケース、以前買ったデトルフというケースがねない状態で、飾る場所がないって感じだったんで、どこに飾ったらいいか分からないだったんで、飾る場所ができたんで、こちらを開けたいと思います。サカイダーについて語るとですね、まず人造人間キカイダーという作品がございまして、1972年に放映されてました。人造人間キカイダー、こちらに出てくるライバルキャラ、悪役キャラなんですけど、悪役ヒーローと呼ばれてて、悪役ヒーローの頂点と呼ばれてます。後に出てくるね悪役ヒーローはこのハカイダーに影響を受けてると思います。なんといってもね、人造人間キカイダーに出てくるハカイダーはですね、悪に必ずしも徹してないっていうかね、ちょっと中途半端と言ったら言い方悪いかもしれないけど、キカイダーと戦うためだけに作られたロボットですね。人を殺したりとかしない、キカイダーだけを倒すために生まれてきたロボットなんですよね。後のね、キカイダー01に出てくるね、ギルハカイダーとはね、全然違いますね。全然別物のハカイダーですね、こちらはね。人造人間キカイダーの中のハカイダーです。物語のね、もう終盤になってね、出てくるんですけど、このハカイダーが出ることによってすごい盛り上がりを見せます。物語は急展開を迎えますね。このハカイダーの脳っていうのがね、キカイダーを作った光明寺博士の脳なんですよね。そんな複雑な展開になるんですよね。ハカイダーはね、一定時間を超えると血液交換が必要になってくるんで、それをしないとね、ハカイダーは死んでしまうんです。そういった弱点も抱えております。ヒューマノイドハカイダー RMW ですね。はい、反対側もこちら RMW と書いてあります。そして裏側ね、対象年齢15歳以上と書いてあります。ここが開きました。じゃあパカッと開いてみましょう。おお、未開封状態ですね。やっぱりほら、ビニールがしてあります。早速取り出してみましょう。いやーすごいな。これ2002年ぐらいに発売した商品なんですよ。もう10年以上経ってるから、傘の方が黄ばんでくるんじゃないかっていう噂があったんですけど、ツイッターの方でね、そういう風にフォロワーさんが教えてくれたんですけど、どうなんですかね、実際ね。おー、なんだろう、この配線は。なんかこの配線みたいなの分かります？なんかついてるんですよね、ここに。これはなんだろうか。ちょっとよく分からないけども、ちょっと、ここに注意が書いてあります。はい、ここに書いてあるんですよ、注意書きがね。見えますか？ご注意、この度は本商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。商品保護のため顔に多少の潤滑油を用いております。ご開封後、お手数ですがティッシュペーパーなどで拭き取っていただくようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます、と書いてあります。さっさっさと開けて、あ、開けるぞ。おお、あ、どうだ、お、すごい、見てください、こちらがハカイダーです。ハカイダーが生まれました。はい、すげえ、おお、すげえ、かっこいいね、リアル、脳みそがリアルにすごいできてる。脳みそのシワとかね、なんかボコボコっとした感じとかすごくねリアルにできてますね。いやーすげえなー、これ丁寧にちょっとね開けないといけないですね、こちら。はい、こちらは、はい、じゃあ取り出してみます。いきます。はい、よいしょ。あ、そっか、あ、そのための針金だったんだね。わかりました。ちょっと針金がついてました。はい、取り出してみましょう。いきます。はい、保護剤がすごい、
保護剤がすごいっすね、これ。緩衝材的なね、ものですね。はい、ちょっと一個ずつ取っていきます。そう、これ口笛なんですけど、破壊団に変身するサブローが登場するときに口笛を吹いて出てくるんです。でちなみに機械団はギターを弾いて出てきますね。はい、というわけですね。ここのね、透明フードが綺麗な状態ですよね。本当に良かったです。本当についに破壊ダーを開封しました。はい、こんなね、保護剤だらけのねフィギュア初めてですね。びっくりしました。本当に頑丈な保護剤入ってましたね。重梱包ですね、こちら。すごくね、こちらの配線とかもね、よくね、見るとわかるんですけど、上から上空から見下ろすとね、配線がすごいね、いろんな色で、はい、赤、緑、青、黄色となってますね。で、脳の神経がね、浮き彫りになってますし、すごくリアルです。はい、すごいです。こちらこの RMW の特徴として重たいんですよね。すごいリアルだね。いやー、こっから見てもちょっと横に向けましょうか。横に向けるとね、後ろの部分が寂しいんですけど、で前に向けたらほんとリアルですごいね。人造人間機械団の撮影時に立ち回り中に、このフードのね、透明フードのネジがね、外れちゃって壊れることがあったんで、結構ね、予備がいっぱい用意されてたみたいですよ。はい、はい、まずね、脳みそですね。リアルな脳みそ、こちらの脳はね、光明寺博士の脳が入ってるんです。その機械ダーを作った光明寺博士の脳が入ってます。そしてね、この脳みそっていうのは本当ね、リアルにできてますよ。本当に素晴らしいですよ。本当に膨らんだ感じとかね、ボコボコした感じとかもね、本当にリアルです。はい、ここのね、ギザギザの稲妻のような形のね、仮面ライダーでいう涙ラインみたいなとこですよね。そしてここに手裏剣みたいなマークがありまして、はい、そして目は赤くてね、クリアなレッドですよね。こんな感じですよ。はい、いかがでしょうか。素晴らしいですね。かっこいい。はい、はい、赤い線が入ってます、口のところに。そしてここにはね、よく見ていただくとね、わかると思うんですけど、鼻のところがあるんですね。ここはね、目、マスクのかぶる人が見る穴だと思いますね。はい、いやー、すげえね、これほんとすごいよね。リアルレインボープロダクツマスターワークス、リアルマスターワークス、リアルです。超リアル、すげえ。クオリティがすごいですよね。これほんと12000円の価値ありますよね、ほんとに。はい、というわけでね、こう一周ぐるっと回しましたけど、どうでしたでしょうか。はい、こちらこんな感じでリアルにできております。はい、はい、というわけでね、こちら機械ダーと並べてみました。いやー、いいですね。相関もうね、存在感がすごいですよね。ほんと大きいマスクってね、大きいマスクの存在感ってね、すごくてね、ハマっちゃいますね、こちら。ほんとこれはハマるわね。リアルだしね、二人のライバルがね、ちょっと顔合わせして、機械だ、貴様を抹殺する。何を言う、破壊だ、やめるんだ。お前の脳は光明寺博士の脳なんだ。どうにかしなければ。はい、というわけで今回は RMW の破壊だを紹介しました。いやー、素晴らしいね。
リアルだね。ほんとリアルなフィギュアはね、好きですね、ほんとに。はい。前回の紹介したイケアのデトルフなんですけど、問題点がありまして、こちらね、ホコリがね、ちょっと入るんですよね。隙間があって。隙間風テープというのね、買ってね、改造しようかなと思ってます。はい。調べたところね、そちらでやってる人がいるみたいなんでね、やってみたいと思います。いかがでしたでしょうか？ぜひチャンネル登録ボタン、そして評価、コメント、じゃんじゃんお待ちしてますからね。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。というわけでね、また次回もお会いしましょう。グッバイ！こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。